ナメック星へ旅立つ準備も整い、いよいよ出発のため一同はカメハウスに集まった。なんだよご飯その頭。人類が初めて行く宇宙だから失礼がないようにって。なるほどね、大変だなお前も。頼んだぞ、絶対にドラゴンボールを見つけてくれ。はい。おじいちゃん、お母さん、カム仙人さん、行って。毎日お手紙出すだよ。それじゃあ出発するわよ、目的地。ブルマたちがナメック星に向けて出発したちょうどその基地に戻り、瀕死状態から回復したベジータは、フリーザはベジータたちが地球で手に入れたドラゴンボールの情報、すでに精鋭の部下を連れてナメック星に向かって、永遠の命と若さを我が手に先を越されたベジータは焦り、すぐにフリーザを追って、フリーザが不老不死なんかになったら宇宙そうはさせんぞ。そしてブルマたちが地球を立ち、34日目、ついにブルマたちはナメック星へたどり着いた。やったー、ナメック星到着。ここ僕がピッコロさんに修行してもらったところにちょっと似て、早速ドラゴンボールを探してみるわよ。ほらほらこれ見てよ、反応がやっぱりあったのよ、ドラゴンボール。ほんとだ、やったやった、ひゃほひゃ。ん、クリリンさん、あっち、ほんとだ、いやそれにちょっと邪悪な感じの木が。大丈夫だってば。それにそっちの方向ならレーダーの反応でボールが4つ集まってるとか。そうか、そうだ、なんだナメック星人たちなんだよ。え、あ、どこかで見たことが。サイヤ人の宇宙船だ。気配を消せ、悟られるぞ。はい。ベジータだ、あいつしかいない。フリーザの野郎め、ドラゴンボール絶対に渡さんぞ。ブルマさん、地球にこのことを連絡したら一人だけで帰ってください。俺たちは残ってドラゴンボールを集めてみます。いいな、ゴン。はい、わかったわ。とりあえず亀爺さんにこのことだけ連絡する。地球に帰ったら孫君乗せてまた来てあげるから、往復で2ヶ月ちょっと待っててね。はい、2ヶ月。ん、いい、そんなちょっと、なんでまたあれが来るわけ。いやいや、聞きたいのはこっちですよ。ありました、フリーザ様。おお、よしよし、これであと3つになりましたね。
大切に持ってなさい、ドドリアさん。ベジータが狙ってるらしいですからね。はっ！フリーザ様、たった今ベジータを追ってキュイが到着しました。そうですか、早かったですね。それと少し前に現れた2つの大きなパワー反応は突然消えたままです。反応のあった地点を探らせておりますので、間もなく正体がつかめるでしょう。まあ問題は私に逆らったベジータの始末ですけどね。まったく、この私を差し置いてドラゴンボールを手に入れようなどと考えるとは、見くびられたものです。ベジータであればキュイがそのまま始末に向かうはずです。あの二人は嫌い合っておりましたので、実力はほぼ互角のはずですから、どちらにしてもベジータはただでは済まんでしょう。逃がさんぞベジータ、このキュイ様が片付けてやる。そうだから、ソン君たちに伝えて。それじゃあ私は地球にすぐにソン君を連れて戻る。クリリさん、え、サイヤ、違う、ベジータじゃない、この辺りのはずだが。ん？え、ナメック星人？ナメック星人じゃねえみてえだぜ。何者だ？見たかよ、こいつら戦闘力なんぞほとんどね。ただの旅行客か。ま、この星に逃げられちゃ楽しみがなくなる。よし。運の悪い奴らだぜ、こんな時に。ご飯、木を解放しろ。やるぞ。はい。こいつらの格好、サイヤ人の着てたのとそっくりだ。だけ抜け。よし、ふん、せーの、取れ。